ったらこれ食べればいいだろう。ん？このわら、博多鶏の水炊き風を食べれば博多に帰らなくても博多気分が味わえるぜ。うん、いやそうだよ陽田さん、あれ食べてさちょっと元気出しな。あ、だったら分かった、お家で空想ひと夏しません？お家で空想ひと夏。はい、うん、説明しろよ。誰も分かってないのよ、お家で空想ひと夏が何か。いやだから外に出ないでこうお家の中で空想でひと夏の思い出を作ろうっていうことです。ああ、まんまだね。うん、まあ余談は地元帰って何したかったの？友達と花火大会行ってその後水炊きを食べる予定でした。うーん、ああ花火か。花火ならあるよ、みんなでやろうと思って。ナイス豊本さん。あ、じゃあみんなで庭で花火してでその後みんなでわら食べようか。いいね、楽しそうだ ね、 ね、 いいね。全然乗ってないね。何？実は私には一つ夢があるんです。夢？はい、私は2016年に上京して以来全力で頑張ってきました。二十歳になった今、自分に休息を与えるという意味でも一度地元に帰って青春時代にできなかったことをしてみたかったんです、うん、え、何？私の夢は花火大会に行ってナンパされることなんです。は？私人生で一度もナンパされたことないんです。だから一度ぐらいはナンパされてみたいんです。は？そして思いっ切り振ってみたいんです。なんだそのクソしょうもない夢。でもちょっと面白そうかも。ヨダの夢叶えてあげましょうよ。は？そのしょうもない夢を。はい、だから飯塚さんがヨダをナンパしてあげてください。は？いいんですか？お願いします、ナンパしてください。絶対振りますけど。やだわやだわ、なんだそれ、やんないよ俺。その下打ちやめて、感じ悪いよそれ本当に。いいじゃないですか、ナンパの1回や2回。やだよ振られんのにさ。しょうがねえな、だったら俺がナンパしてやるよ。は？いいんですか？絶対に振りますよ。面白そうじゃん。